今日はケイクニ様が2000億ウォンのガラクタを作った話を紹介していくぜ。2000億ウォンつまり日本円でいくら？約200億円だぜ。200億そんな高額で何をやらかしてくれたのか楽しみだぜ。伝説のしくじりだぜ。それは、なかなかなしくじり芸が聞けそうでワクワクするぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。さて、コロナも明けて旅行気分にでもなるところだが、新幹線に乗ったりする機会も増えてると思う。ということは鉄道絡みのお話？そう、ケイクニが作った高速鉄道の話をしていくぜ。高速鉄道？新幹線じゃないの？そうそう、実は新幹線というのは日本だけで、世界的には高速鉄道って言うんだぜ。それは初耳だわ。日本が言う新幹線は新しい幹線鉄道っていう意味で、主な区間を時速200クム以上で走行できるんだぜ。さらに、高速鉄道のコンセプトを世界に広めた存在で、速度、輸送力、安全性において世界の高速鉄道の先駆けとなる存在なのだよ。確かに、安全性は大事だわ。人を乗せて走るわけだからね。そして日本の新幹線は開発に開発を重ねてとうとうすごいスピードを手に入れたんだぜ。時速200クムより速いってことかしら？そう。間もなく日本の新幹線は、東京名古屋間を40部で結べるようになるんだぜ。え？今は1時間40分くらいかかると思うけど。そう、今はね。でも、近い将来そうなるのだよ。東京名古屋間を40分って、それ一体どういうスピードなの？時速で言うと約603クムだぜ。時速603クム？普通の自動車の高速道路が時速80キロ走行と考えたら、とんでもないスピードだな。これは2015年4月21日に行った走行試験で実際に取材クルーの目の前で出された記録なんだぜ。つまり、嘘ではないってことね。この新幹線の名前は、リニア中央新幹線。2027年の開業を目指している新しい新幹線なのだよ。さすが日本の研究開発は素晴らしい。まあ、安全面を考慮して、実際の営業運転速度は時速500クムぐらいになるそうだ。それでも、東京大阪間は67分で行き来できるようになるぜ。なんと40分くらい短縮するとなると、日本各地が身近なものになるんだな。実はこれを追い越そうとケイクニが時速600クムの高速鉄道を作っていた話を知ってるか？おお、真似大国警告。そこも真似しに来たのね。でも、そんな速い鉄道、警告にあったかしら？まあ、早い話が現時点でも、そんな高速鉄道を作れてはいないのさ。でしょうね。この話は渓谷のお粗末な建設業の様子が手に取れる話なんだぜ。とりあえず、詳細を聞かせて。もちろんだ。まず、新幹線という呼び名は日本だけのものだから、ここからは高速鉄道という呼び名に変えて説明していくぜ。わかったぜ。渓谷さんが日本を真似て作った高速鉄道の名前は通称ヘム、正式名称を HEMU430X と言うんだぜ。ヘム？渓谷語かしら？いやいや、ハイスピードエレクトリックマルチプルユニットの英語の頭を取ってヘムにしたようよ。へぇ、渓谷語っぽいのにね。実は、ハングルでは、と表記するようよ。それにも意味があるの？そう、ラッキーにも、このの漢字表記は、韓国で縁起が良いとされる海上の霧を表す海霧と、早く走行することを意味する派の2種類があるそうよ。へぇ、じゃあ HEMU430X の 430X にも意味があるのかしら？ヘムはまず、時速430クムを目指して作られた車両なのだよ。なるほど、だから430ね。じゃあ X は？エクスペリメント実験ってことよ。なるほど、実験ね。まあ、最初っから名前に実験ってつけてるくらいだから、本当には走れない運命だったのかもしれないわね。名は体を表すってことかしら？名は体を表すわ。人や物の名はその実態や性質を示すってことだから、そういったことではもう、運命は決まっていたのかもね。HEMU430X ヘムはつまり、430クムのスピードが出る実験車両ってことね。そう、設計最高速度430クム、営業運転速度は370クムを目指して作られた車両なのだよ。なるほど、それは現在の日本の新幹線の営業運転速度を微妙に追い抜いてる感じなのね。その通り。
東海道新幹線の時速は285km、山陽新幹線のぞみみずほなどは時速 300km、 北陸新幹線と九州新幹線は時速 260km で走ってるんだぜ。新幹線といっても、地域によってスピードは全然違うんだな。そう、そして、秋田新幹線はやぶさと小町が宇都宮と盛岡間を時速 320km で走ってるんだが、この320km が日本での新幹線最高速度なんだぜ。ということは、ヘムは設計最高速度 430km、 営業運転速度は 370km だから、営業運転速度で日本を抜きたかったのね。今の新幹線を超える存在としたかったんだろうな。その通りだぜ。2020年の実用化を目指したヘムは、2013年の試走走行では時速 421km をマークするんだぜ。平 421km までは出せていたのね。すごいじゃない。数字だけで見るとそう思えるわね。違うの？だって、日本の新幹線の今の最高速度は、時速 320km なんでしょ？いやいや、今の日本の新幹線のスピードと比べて驚いているようだが、全力で時速 421km だということを忘れないでいてほしい。どういうこと？日本で営業運転の速度の最速が時速 320km ってだけだってことさ。実際にはもっと速く走れるってことね。その通り。一番安全に、そして最速に走ることができる、それが重要だわ。たくさんの人を乗せて走るんだからね。だから新幹線は本当はもっと速く走れるのよ。そうだったのね。時速 421km の記録なんて、日本の新幹線は27年も前のに出してる記録なのだよ。そんなに昔に？でも、渓谷さんはそんな知識もなかったようね。じゃあヘムの話をもう少し詳しく聞かせてくれる？2012年5月16日に京全線秋葉原中央駅から試験車両を出荷して、その出荷後20ヶ月間、合計138回の増速試験を行ったのよ。警告の割には、結構ちゃんと試験走行はしたのね。そして、10ヶ月後の2013年3月28日午前3時2分46秒に最高速度である 421.4km を記録したわけ。じゃあそれはちゃんとした記録なのね。その試験走行 421km を成功させた渓谷の鉄道技術研究員たちは、日本の営業運転速度を上回る鉄道ができたと大いに触れ回ったんだぜ。え？営業？試験ではないの？試験走行で 421km 出せたことによって、勝手に営業運転速度は 370km だと言い切っていたんだぜ。なるほど、数字的に日本に勝てる数字にしたかったってことね。そして、自慢した一個大国警告は、2016年4月にメディアを招待してヘムの試乗運転を行ったんだぜ。警告の新聞中央日報ではフランス、中国、日本に続き4番目のスピードを記録って報道してたからな。世界的に高速鉄道の速いものはどんなのがあるの？当時だと、中国上海のマグレブ、CR400、ドイツの ICE3、フランスの TGV、 そして日本の JR 東日本 E5 系。その次がヘムってことね。それは2016年の順位で、今では抜かされてるけどね。え？抜かされてるの？今はモロッコのアルボラク、スペインの S103 が挙げられるかな。モロッコ予想外の国がランクインしてるのね。まあ、渓谷はもう開発していく気がないんだろうからな、これ以上の順位になることはないと思うな。開発していく気がないって、それは一体どういうことなの？ヘムはもう開発もされなければ、走りもしないってことだよ。ええ？だって2000億ウォンもかけたんじゃないの？じゃあその、2000億ウォンもかけたヘムの試乗運転の様子について話してみるぜ。待ってました。公開の試験運転前までに最高速度が 421km を記録したヘムだけど、各国を招いて行った試走運転では、時速 303km しか出せなかったんだぜ。え？運転営業運転速度を 370km って言い張っていたんじゃないの？まあそうね。じゃあそのヘムは嘘で世界を騒がせたってこと？いや実は、2012年5月16日に京全線秋葉原中央駅から試験車両をしてから10ヶ月間、合計138回の増速試験を行ったんだ。警告にしては真面目ねえ。そしてついに、2013年3月28日午前3時2分46秒に最高速度である 421.4km を記録したんだよ。じゃあ全てが嘘ってわけではないのね。過去に出していた時速自体は嘘ではなかったらしいんだけど、別のことに問題があったんだぜ。別のことって何かしら？まず、渓谷が高速鉄道を開発するにあたって参考にしたのは、フランスの TGV だったんだ。
ああ、世界3位のスピードを持つ車両ね。ところが、フランスと渓谷では地形が全然違うのだよ。地形？フランスは平野が多く、地盤が比較的硬いのに対し、渓谷は山岳が多く、緩い地盤が少なくないんだ。確かに、フランスは広がってるイメージ、渓谷は渓谷が多いイメージだわね。車両はともかく、地盤やトンネルといった土木技術はフランス式に合わせるわけにはいかない。そこが整備の最大の課題になったんだ。そりゃそうなるわよね。日本の JR 元幹部は KTX に乗ると、トンネルの出入りでキーンという激しい高音が耳につくって話してたようよ。え？トンネルの度にそんな音がしたらたまらないわ。日本の技術ではクリアできる課題を韓国の高速鉄道は今も抱えているそうなの。どこまでも、見当違いが多い国ね、K 国って。でも、ヘムの車両は一応完成はしたのよね。そう、一応の完成をしたヘムだったんだけど、まあ、車両の問題で速度が出なかったわけじゃないんだ。え？なんと渓谷の線路がヘムの速度に対応できてなかったんだぜ。え？線路？線路が速度300クム以上では使えない代物だったってことさ。線路が？って、それはおかしな話じゃない？一人で開発してたわけではないでしょうに、そんな大事なことにどの研究員も気づかなかったっていうの？そうなんだよな。え？だって何年もかけて開発したんでしょ？10年くらいの年月はかかってるからね。10年もの間、誰一人気づかなかったの？そういうことになるな。その程度の研究員が作る乗り物、もう事故の予感しかしないわ。まあもともと、渓谷は鉄道事故大国だからな。鉄道事故大国そんな渓国がよく、高速鉄道を作ろうと思ったもんだわ。事故がそうとかよりも、日本に勝ちたいだけの国だからな。人を乗せて走るものなのに、安全じゃないなんて絶対乗りたくないわ。そもそも、一応走れたヘムだが、騒音は思ったより少なかったようだけど、振動がひどかったらしいんだ。振動がひどい高速鉄道なんて想像ができないわね。本当、何がしたいのか渓谷の行動は全く意味不明だわ。全くだわ。そんな渓谷の鉄道事故はどんなものがあるの？渓谷の鉄道事故の中でも、理解不能ナンバーワンと言っても良いのが、2014年5月2日に起こったソウルでの地下鉄事故だな。それはどうひどいの？まず簡単に言うと、渓谷のソウル特別市のソウルメトロ2号線上大十里駅で発生した列車衝突事故のことなんだよ。列車衝突事故、一体何人が負傷したのかしら？ソウル市内の上大十里駅で車両の不具合のために停車していた電車に、継続の電車が衝突して388人が負傷したんだぜ。日本でもたくさん報道があったから記憶していたわ。この事故は死者が出なかったのが奇跡というくらいの事故で、これにより渓谷さんの安全は考えない気質が露呈されることとなったんだぜ。それは一体どういうことなの？前年の2013年に渓谷は電車のブレーキ系統に大量の不良品を使っていたんだぜ。それは酷すぎるわね。通関書類や検査機関の認証証偽造までして、基準に達していない渓谷製の部品をフランス製純正部品と書き換えて納入していたんだぜ。嘘は細かくつけるのね。しかも、賄賂により、偽造部品であることを知りつつ納品を認めていた幹部もいたんだぜ。それはもう、安全より金ってことね。ちなみに、ブレーキ系統への偽造部品の種類と量もすごい数で29種1万7千個にも及んだんだぜ。ちょっとすごすぎるわね。さらに言うなら、その部品をどこに使ったか、わからないそうなんだぜ。フランス様は良い迷惑だな。安全意識が日本とは全く違うというのが他の事故でもよくわかるんだぜ。さあ、話してもらおうか。内里駅爆発事故はもう、幼稚園児でもわかるくらいの安全感のなさだからな。そんなに？電車というのは人以外も運ぶじゃない？そうね。1977年11月11日、ダイナマイトと電気雷管などの高性能爆発物を正式な責任者を乗せずに運んでいたらしいわ。そんな危険なものを？さらに言うと、この爆発は確実に人災確定なのだよ。そう。夜中に内里駅に停車中、明かり欲しさにろうそくに火をつけたんだ。なるほど、それが引火したのね。その通り。でも、ろうそくで火がついたケーキみたいな想像とははるかにスケールが違うのよ。どんなスケールなの？核実験以外で起こる爆発事故の歴史に残るレベルなのだよ。核実験と比較されちゃうってこと？
ダイナマイト40トンが爆発するなんて想像もできないだろうけど、内里駅には直径30ム、深さ10ムの巨大な穴が開くレベルなんだぜ。駅の周りはどうなったの？駅周辺500ム以内の建物の大部分が破壊されたのだよ。そうなると負傷者の数は？59名の死者、1100名以上の負傷者、1800棟の建物が全半壊、合計で7800名の被災者が出たんだぜ。信じられない規模だわ。さらに言うと、信じられないことにこの時の輸送員は助かったんだぜ。え？それは一体どういう状況なの？詳しくはわからないけど、自分の身の安全は守れたみたいよ。はぁ、全く考え方が理解ができないわ。安全を全く考える気がないなんて日本じゃ考えられないわよね。そう、日本の新幹線は安全な乗り物と言われているからね。そもそも、日本の新幹線は開業以来現在まで死亡事故ゼロだからな。え？何か死亡事故があったような気がするけど。火災事故や駆け込み事故は列車運転中の事故ではないのでカウントはされないんだよ。なるほどね。東海道新幹線なんて、1年に運ぶ人数は日本の総人口より多い 1.68 億人。1時間あたり、19本走行してんだぜ。それは在来線と同じくらいの本数だぜ。つまり、3分に1本が走ってるけど死亡事故は0件ってことなのだよ。安全が確保できるって幸せなことだぜ。ただ、警告の事故のおかげで日本の安全がさらに確固たるものになったりもするんだぜ。それはどういうこと？2003年2月18日に起きた手口下鉄放火事件。結構最近の事件ね。って事故ではなくて、事件？そう、この地下鉄の事件は、一人の自殺志願者が起こした人災なのだよ。なるほど、それで事故ではなく事件なのね。自殺志願者の男が飲料用のペットボトルにガソリンを入れて車両に乗り込み、それを振りまき散らして放火したのだよ。他の人を巻き込むなんて。この放火によってなんと、乗客など192人が死亡して、148人が負傷する大惨事になったんだぜ。電車じゃ逃げ場がなかったからな。その逃げ場にも問題があったんだぜ。どんな問題があったの？まず、火がついてすぐにこの電車は止まっていないんだぜ。え？その名も火の車じゃない。まあ、それは置いておいて。なんとこの火のついた電車は3分間。全く異常を知らされることなく、走り続けたんだぜ。いやいや、それはおかしい。火災発生時、地下鉄の指令センターは状況を把握できないどころか、防災管理能力も乏しく、火災を誤作動だと思ったらしいんだぜ。誤作動と思って動かないとか、本当に安全のことを考えてないんだな。誤作動という思い込みの上に、対向列車が炎上してるこの電車に隣接して停車する形となってしまって被害は拡大。その後指令センターが指示を出すものの、すぐに運転士に対して何も指示を出さなかったので、指令が出た時にはもう、時すでに遅しね。でもまあ、この事件をきっかけに日本の鉄道も安全をさらに見直せるようになったからね。まさに反面教師ね。消防法令の改正や鉄道事業者に対しての施設や車両の防火管理設備などが追加設置されることになったのだよ。さらに日本の安全は確保されたわね。スピードも安全も全てがめちゃくちゃでもう、警告の鉄道だけは乗りたくないわね。安全に関して言うならば、車両だけじゃなく、鉄道に関わる全てのことをちゃんとしなきゃいけないのよ。そうね。ヘムだって車両は作れていたんだものね。その通り。高速鉄道は国の勝ち負けのために作るものではないからね。勝ち負けにばっかり目がいって、開発から10年も経って線路が対応していないことに気づくって全く。でも、その後ヘムはどうなったの？最高速度ランキングが追い抜かれていることでわかるように、開発はおしまい。ええー？あと、渓谷の鉄道公社のコレイルと開発会社の現代ロテムの間で価格交渉で揉めたっていうのもある。そりゃ、最速でもなく、直すところがいっぱいの車両なんて、誰も買わないわよね。つまり、あれやこれや壁にぶつかって線路や信号の改良は中断されたままで、ヘムの開発は打ち切り。打ち切り？じゃあ今、ヘムはどこにあるの？渓谷の鉄道施設公団に放置されたまま。渓谷の国民にとっても巨額な税金が使われてるんじゃないの？そう、だから外国に売ろうという話もあったみたいよ。ええ？完全にもう開発する気がないのね。しかもまあ、その開発費もよくよく考えたらお粗末なものだからな。普通開発にはどのくらいの金額をかけるものなの？
例えば山陽新幹線は、新大阪岡山間約160キロを工事費約1700億円かかってるんだぜ。警告の2000億ウォンは日本円だと200万円。え？それは安い。なぜこんなに安く作れるの？そう、そこなんだ。車両だけ見ると、16両1編成では約40億円だから思うよりは安いんだ。そうね。とはいえ、単位が億だけど。でも、結果的には新幹線の建設費用があるから、40億円なんかじゃ到底賄えないんだよ。なるほど。ちなみに、九州新幹線 137.6 組むで約6400億円かかってるからね。えぇ？何にそんなにお金がかかるの？じゃあヘムの開発って。まあ、とても真剣に安全を考えて開発したとは思えないってことよ。金額だけを考えたら大変な額だけど、ちゃんとした開発をしようとしたらそんなもんじゃダメってことよね。そう。全くもって具の骨頂なのよ。さらに言うなら、もともとそんな速い高速鉄道が渓谷に必要なのかってことなんだぜ。え？それはどういうこと？渓谷の面積を考えたら、全くもって600組の時速で行くようなところはないのよ。そうか、渓谷の大きさは10万、200キロ平方メートル。それに対して日本の大きさは378キロ平方メートル。国土面積も日本の4分の1。山口県から愛知県くらいまでなら、そんなに急いで行くこともなければ、途中下車の方が多いくらいだわ。そんなことも考えずに2000億ウォンを突っ込んだのね。身の丈というか、国の丈に合わないことをしようとして案の定失敗というわけね。そう、そして、反省からの学ぶをしない国というのも露呈されたようなものだわ。確かにね。作るだけ作って使えない。まるで幼稚園児ね。日本の子供が電車遊びでまずすることは、線路を引くこと。そんな単純なことがわからないとか、本当どうかしてるわ。まあもう、ガラクタを作って遊んだ10年だったって割り切っているのかもね。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。